皆さんこんにちは。初心者の方に向けたリードの取り付け方の説明をします。まず、ネックにマウスピースですねつけていただいて、この状態にします。で、次にリガチャーをマウスピースにつけます。そこでちょっとこうリガチャーのネジを緩めて空間ですね、リードを差し込む空間を作っていただいて、そこにリードをスーッと通します。で、ネジをくるくると回していただくとリードが取り付けられますですね。これですね、よく見かけるのが、先にリードをマウスピースにセッティングしてからリガチャをはめる方がいらっしゃるんですけど、こうするとですね、このリガチャをつけるときにうっかりとこのリードの先端を傷つけてしまう場合がありますので危険です。リードね、割れると高いですからね、もったいないので、リガチャをつけてからリードを差し込むっていう癖をつけてください。そしたらね、リードの先端が破損する恐れがないですので、こうする癖をつけていただくと取り付けやすくなります。で、こうやってネックの状態にしてから本体につけていただくとつけやすいです。よくね、この本体に、ね、マウスピースまでつけて、ネックマウスピースまでつけた状態でこうやってね、リードをつけるっていう場合もあるんですけれども、初心者の方でね、慣れてないと、こう楽器を膝の上に置いた状態で取り付けるのが結構難しいですので、まあ、ネックとマウスピースの状態ですねにしていただいてから、ネジをこうですね、リガチャーを取り付けて、でリードを差し込むっていう方法が一番つけやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。